さん実はね川島さんね,やっ,んねやってるんですよ川島塾ねやってるんですよ僕ね120ドリアク120万人した理由って川島さんの塾が120万ぐらいだったんでもう、まあ、ちょっと対抗ばって対抗できるかどうかわかんないですけどで今、まあ、僕も全部追っかけてないですけどもう本当このすその毎年1年でこう区切ってやってるんですよね 1>, 1年で120万ですよ、みたいなで。僕の塾はあと20年で120万ですよって話なんですけども。まあ、川島さん1年で120万取れるけど、僕は1年で120万ちょっときついな、みたいなね。<laughs> そう川島さんね、やってんですよそう。毎年その募集してるんですよね。だけど、去年だったら、去年も200人ぐらい集まったらしいですね。で、120万で200人だからない、いくらですかね。<laughs> 多分1億、2億か 120万、まあでもこれね、ゴールド会員もあるんで、そう。で、その、なんですか。ノウハウだけだと39万か。その一番上のプラチナ会員だと、なんか旅行とかなんか一緒に行けるみたいな。だからなんか川島さんの塾って、なんかあれなんですよね。なんかもうコミュニティ化していてるっていうか、教わるというか、なんですかね。なんかその、 お金持ちし、もう成功してる人たちを集ま、が集まってるみたいな感じですね。もはや。<laughs> そう。もうなんか成功してる人たちがなんか、今どんな感じみたいな。多分。多分そんな感じっすね。うん。そう。そう。だから川島さんもね、しつこいっすね。すごい。ずっとやってる。<laughs> ずっっとやってますよただその昔に比べるとその何ですかバリバリやるというよりかは1年に本当にパンってやるっていうだけどちゃんとね入れてるっぽいですようんでもなんで入るかっていうとまあ何すかねやっぱそのそこに行くとなんかその普通会えない人とこう会えるとかねあと体験価値ですよね 海,海外で結構やったりとかするので、その海外に行ってあ、まあ、旅行みたいな、プラスそのこの旅行みたいなプラス価値ですよねた。だから体験価値が川島塾は多いかなと僕は思いますね。うん、そう僕はね、ちょっとこんな派手にできないので、そう川島塾みたいにこう派手にな海外でこうショみたいなちょっとやりたくないし。 <laughs> ちょっと大変ですからね、一人でやるのは <laughs>。だから、億万長者合宿も大変ですからね、一人で全部宿取ったりとか手配するのは、あれも大変なんで、まあ、多分、スタッフさんはいると思うんですよね、さすがに。まあ、そんなに多くはないと思いますけど、川島さんが全部一人でサポートして、全部一人で会場を抑えて、そういうのはやってないと思うんで、うん。いや、でもね、やっぱしつこい、あの、すごいですね。やっぱ川島さんはすごい、しつこい <laughs>。 僕もしつこいですけど。徹底してますよね。いまだに、メルマガもいまだに発信してるんじゃないですか。ちょっと見ていいですか。多分ね、最近その、見て、全然他の人のメルマガ全く見てないので、そのね、昔見てたボックスがあるんですけど、G メールね。多分ね、発信されてんじゃないですかね。まあ、それは発信してますよね。募集してるんだから。 多分ね、発信してると思いますけどねちょっと久しぶりに見ましょうか多分やってると思いますけど いやーねでもね、まあ、稼いでる人がしつこくやってて、稼いでない人がしつこくやらなかったらいつ稼ぐんだっていう話ですよね。やっぱね、しつこいですよ、みんな。なんか僕ね、川島さんのアフリエーターパーティーかな、東京でアフリエーターパーティーあの参加した時に川島さんが来てて、で、川島さん来てるんで、ちょっと、あの、ちょっと話してもらいますみたいなのあったんですよ。 で僕、川島さんの第一声がね、すごく、川島さんやっぱすごいなと思ったのが、まあ、そのね、スピーチしてくださいって登壇したわけですよ。で、スピーチしてくださいって登壇したんだけど、最初の第一声が、まず写真撮りましょうかっていう、<laughs> こうやって、わしみたいな写真を撮るっていう、徹底してるなーみたいな。川島さん徹底しだって、スピーチの第一、一節がね、とりあえず写真撮りましょうだからね。 で川島さんはあの、あれをもうずっと徹底的にやってますからね。あ、川島さんメールやっぱ毎日配信しますね。<laughs> 久しぶりにメールボックス開きましたね。もう川島さん毎日配信しますよ、これ。うん。昨日、昨日発信されてるのが、時間に余裕がありすぎるとろくなことはないと。はい。久しぶりに川島さんのメール見たな。<laughs> あ、アフリエートもやってますね。アフリエートもやってますね。<laughs> アフリエートもやってますね。アフリエートもやってますよ。競馬予想システムみたいな。うん、これなんだこれ無料オプトかなあー、なるほど。こういうやつもアフリエートしてるんですね。人工知能競馬、うん。最新の話題無料格安情報。 5万にに簡単に入ってくるこれもオプトかなこれオプトっすね。オプトアフリもずっとやってますね <laughs>。すごいなもうずっとやってますね。オプトインアフリートまだやってますよ、これ。すごいなぁ。これずっと毎日配信してるじゃないですか <laughs>。日刊ですからね。川島日刊メルマガですから。すごいね。 うんも,うなもう10年以上やってますよね、多分同じこと。<laughs> しつこいっすね <laughs>。僕もちょっと、あの、しつこく頑張ります。はい、いってらっしゃい。